社長がツンデレで困っています、僕に期待をかけているのか諦めているのか口調から読み取れません、どうしたらいいでしょうか。聞いてみたら、あの分からないことは本人に直接聞いた方がいいと思いますよ。あの想像で判断するのと、あと赤の他人である僕があなたの社長の考えを知ってるはずがないので、僕に聞くぐらいだったらその社長さんに直接聞いた方がまだ答えに近いものが得られると思いますよ。はい。